ハロー。はい、じゃあ始めていきましょう、今日も。はい、ケイティ。はい、How are you? Good, thank you. はい、So, in September, So, England is a new school term, right? Yeah. イギリスはですね、9月から新学期が始まるね。日本は4月からだけど。It's an exciting time of the year for the new students. ね、新しい、新学期ということで。ね、What are you usually doing?I didn't do anything because I finished school, but I have a lot of fun watching all of the small new students. They go into the shops to buy the new stationery, and the backpacks, and the new uniform. Yeah, it's really exciting. 新学期が始まるということで、生徒たちが新しい文房具とか買ったりとか、カバン買ったりとかしてるっていうことだよね。But there's like a fight in the store. Everyone wants the newest thing. お店行って、みんなで新しいもの買ってるっていう感じだね。面白い面白い、はい、で今日もですね、ゲスト、素敵なゲストをご紹介しましょう。どうぞ。ではご紹介。こんにちは、県立大学院の、梅田本校を所長しております、小屋敷と申します。皆さんよろしくお願いします。お願いします。そして準レギュラーの、はい、天津スタッフの宮越です。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで夏休みも終わりまして、すごい忙しかったんじゃないですか。そうですね、はい、外国学部での夏季講座になりましたね、はい、ようやくそれが終わったという、はい、状態ですね。新しい新ターンということで、ね、そういうお話もゆっくり聞いていきたいなと思いますので、ちょっと座ってお願いします。はい、今回はですね、もちろんたくさん貼っていただいてますけれども、KC の数学養成コースということです、ですね、小屋敷先生に来ていただいております。よろしくお願いします。はい、でですね、小屋敷先生、なぜこう先生になろうというか、こういう塾講師というか。そうですね、私もともとですね、服の関係の仕事をずっとしておりまして。服、はい、あ、そうか。メーカーにいたんですよね。あ、そうなんですか。当時はね、ライセンスビジネスというのが出た頃で。ライセンス、はい、分かりやすいでいくと、バーバリーさんとかね、はいはい、日本で売るにはそのライセンスを持って、はい、日本で生産するというロゴだけをこう使う感じですね。はい、当時、そのヨーロッパとのやり取りが始まりましたので、はい、できれば私の企画というですね、はい、このやりたくて、マーチャンダイザーって言うんですけども、はい、それをやりたくて、でそれでどうしても英語が必要で、社外人になってからですね、やり始めたんですが、今年は学生時代は、ね、正直英語嫌だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、学科の英語嫌いで、そしたらやりたいことができて、それをするためには英語が必要だったそうなんですよね。一点を発揮して、そうです、そうです、そうです、初めてです、はい、そうなんですか。そうですね、で、それとね、私もともと音楽好きで、はい、UK 系の音楽が好きだったんですよね。イギリスの、イギリス系、はいはい、ジェネレーション的にそうなんですけど、でその時に私、ジョン・レノンが非常に好きでですね、で、できれば全て、彼の言葉を全部彼の言葉でこう理解したい、で分かるようになりたいっていうのが、はい、それがもう、イギリス推しで。そうですね、だから実はね、ケイティ、そうです、ああ、ですよね。So, do you like John Lennon? Yeah. Oh, yeah. The Beatles. The Beatles, yeah. Beatles, I'm a big fan. No, who's your favorite Beatles? John Lennon. Oh. でですね、この通訳ということで、なんか通訳のですね、難しいところが教えてください。そうですね、通訳はね、もちろん英語を使うんですが、はい、英語だけじゃないんですよね、はい、だから、通訳者になるためにやっぱりそれなりの通訳用のトレーニングしないと、はい、やっぱり私たちもそうであり、こう日本語でやると一緒で、相手の言ったことそのままもう一回言ってくださいって言えますよね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、で記憶力もありますよね。そうそう、あれ持ってたから僕で言ったから聞き間違えたこともありますから、はい、だからそこらはやっぱりそう書き留めとかメモの仕方とかもあったりするんですよ、はい、あとこれプラスだとどんな通訳しなきゃいけないか読めないんです。例えば、コンピューター詳しい人だったらね、コンピューターとかだったら分かると思うんですけど、はい、知ってるんだ、分かりますよね、はい、そうなんですよ、そう、はい、車好きなんで、車の車種とか、はい、そういうのは分かりますけど、はい、中のエンジンになるとね、言われて分からないですよね、
そうなんです。だからそこら辺はもう準備が必要みたいで、まあ、トレーニングでそういろんな部門のね、はい、いろんな部門のこう通訳ということで、はい、まあ、あの知識が出来上がるんですよね。はいはい、そのことを実践出た時でもどれでも対応できる。で実際実践出ても例えばあのコンピューターのお願いしますって言われたにもかかわらず実際行ってみると。はいはい、車ですとか全然違う、全く違うやつが全然違うのはないんですね。でもそれを対応できるようにね、準備さえしてればっていう。そうなんですよ。でその準備もね、限られた時間しかできないんですよね。やっぱその限られた時間いかに効率よく、なんかさっき言ってましたけど、なんかそういう調べるテクニックみたいな。そうですね、そこら辺もやっぱり通訳用のテクニックがありますので、ね、はい、まあ、そういった感じをこのコースでやって、はい、まあ、通訳者としてね、はい、羽ばたく方をこうサポートしていくっていうのは、はい、コースなんですよね。で、最後の小屋敷さんの通訳の大失敗と申し上げますか。ただ、まあ、皆さんおっしゃるように実際会議とか行ってしまうとね、はい、こう正直あのアクセントの違いなのもあったりして、あ、間違ったと言ってしまったかなと思うのもあるらしいんですよね。はい、ただ、翻訳だったら文章残りますけど、まあまあ、通訳はもう言ってしまったのでそれで、そうですね、そこが醍醐味みたいなですね。はい、だから翻訳よりも通訳の方が面白いと通訳者の方はおっしゃいます。あ、そうですか。そうなんですよ。そこら辺はやっぱりね、社会経験っていうのも必要なんですよね。あと通訳の方の限りはその通訳されたところに有利なようにこう言わないといけないんですよね。そうですね。そうするとまた依頼が来るので、はい、まあ、ある意味、まあ、個人営業的だったり力が、はい、必要なんですよね。難しいです。難しいです、はい、だからもう英語だけじゃないんですよ。ですよね、はい、コミュニケーションの方が。そうなんです、そうなんです。ほんとおっしゃる通りなんですよね。じゃあ、 あの詳しくちょっと告知してもらいましょう。そうですね、はい、あのケイシーの予約の秋季コース、はい、の通訳養成コースがですね、はい、10月12日より開業します、はい、いたしますので、はい、あのもしあのご興味ある方とかですね、またご連絡いただいて、はい、ご説明させていただいて、レベルレベルが、そしてベーシックレベル、はい、ストレートですね、そしてインターミディエット、はい、それからアッパーインターミディエット、はい、それからプロフェッショナルという、はい、このレベルどっちに分かれてますので、はい、まあ、それぞれレベルに応じたクラスに入っていただくということで、はい、まあ、まずはもしね、あの通訳、まあ、これから目指す方、まあ、2年とかもかかるパターンもあるんですけども、はい、それでもなりたいという夢を持っている方はぜひ一度お問い合わせいただければと思いますので、ぜひ、はい、ね、倉本さん、詳しくは、はい、あのまたセミナーも10月28日に、はいはい、通訳 の、 あの先生方で、あの、はい、体験談を語られて、そうなんですか、ね、はい、講師もありますので、そうです、生の声です。生の声、はい、はい、ホームページで、はい、詳しくはホームページで、まだご予約は間に合います。間に合います。はい、ありがとうございました。はい、では今日はこんな感じで、またあの引き続き、あのよろしくお願いします。お願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。